皆さん、こんにちは。ワイケイスケです。本日2024年、11月の28日、14時00。まあ、冥王派です。セントセイヤの話なんですけども。そんなところに住所はないっていう話なんですけども、もともとそれ始まりでね、結局はあれ、いつぐらいだろう。ロストなんとかっていう作品でしたっけ？もう、セントセイヤもいっぱいいます。アニメ化されてないのも見たことあるんですよ。一説によると別の国の人が書かれてました。で、ちょっとね、僕もよくわからないんですけど、アーロンっていうおとなしい絵描きの子供が、冥王ハーデスに取り憑かれてて、だからこれスポーツ界とか。ね、僕は、この間、プレミア12で、元じゃない、阪神タイガースの、4番の森下選手。じゃあ、これね、日本代表戦ですから、阪神タイガースの選手でもあるんですけども、あまり困りすぎたら、ちょっと僕も目がちょっと変な形になった。顔で大丈夫。表現してるんですけど、入り込むような形で、もう、その時も全身力入らないです。その代わり、もうこれしっかりいってるんだと。もう動けないですよ。動けないですけども、森下選手はめちゃくちゃ的確に動きますよ。めちゃくちゃじゃない。しっかりと訂正、しっかりと的確に動きますよ。あれだけね、左中間と右中間、さすがにその位置はなかなか本塁打はない話もあるんですけども、彼はどちらかというと、中距離打者と長距離打者の間ぐらいの選手ですから、そこでしっかりと入り込んだら、男性のあたりでも、放物線なんか、僕、放物線嫌いなんですよ、はっきり言って。大谷翔平選手だったらいいんですけども、それだったら届くんです。で、あんまりそれしすぎると、フライの山になるんですよ。打球処理で一番、無難なのは、ポテンヒットは別なんですけども、高く上がったフライは、もう、観客席にでも入ってくれない限り取られるんですよ。上がってる滞空時間が長ければ長いと。わかってる。ドームの中に隠れ込んだボールがツーベースとかになるのはわかってる。誰あんなところにエアポケット、ちゃう。ボールの隠し玉ってドームの天井ちょっとね、ごめんなさい。まあ、冬場、またね、何回も撮影してるんですけども、ちょっと油断してたらね、まだこういう風な天気に変わっちゃって、一瞬ほんと、今日のあの動画、ホームページ、淡井圭介の履歴の一番の、本日の日付、2024年11月28日のところ見てもらったらわかると思うんですけど、だいぶ踏ん張ってる方ですよ。なんとか晴れにしたろう、なんとか晴れ。気が晴れる方向でね、なんとか晴れにって。ちょっとだけコールが上がりました。もうこっからでもいいでしょ。ちょっとだけコールが上がってるんですよ。たとえ雲が分厚かっても、ゴールをせんと。いきなり急に話変わりますけども、ごめんなさいね。笑い話から入って、あの話けど結構ショックだったでしょ。おとなしいアーロンがハーデスに取り憑かれた瞬間、絵を描いたら、その動物が次々と死んでいくって、動物の方からおとなしい子だったから集まってきて、動物を仲良くしてるって、すごいほのぼのしたいい場面なんですけど、そこ。コマとか、肉食系。現実的にはもう分かるでしょ。他の動物逃げるって。アーロンに対しては逃げないかもしれないけど。クマ相手だったら。はい、宣言通り。はい。ね、もうね、クマはそうですよね。あれって嫌れ始めたでしょ。エネルギーの残存のもんです。精一杯の抵抗。どうせなったらもうこの時期笑い話でいいでしょ、この時期。ね。まあ、いろんなこと、要素含めてですよ。で、ゴールドセイント、本当は一番最強なの。僕8月9日で、生まれなんですけども、1977年の、獅子座なんです。
僕の推しとしては獅子座の、あのライトニングプラズマっていう技を使うね、ゴールドセアイオリアのレオ、アイオロスとたまにごちゃごちゃになってしまうんですけどアイオリアで会ってたと思いますよ、とりあえずそこにいたいとってあのその話で世代交代で次のリメイク作品とか出てきた時に次の世代です次の世代の話であもうセイントの名前が積み上がっていくちょっと待ってください、ここ真面目な話で抑え込みますから、あのなぜライトニングプラズマが最強かっていうと電気の伝導率金か銅が 87% 一番電気の伝導率がいいから、あの例えばテレビとかこういうスマートフォンもそうなんですけども、中に基板っていうものが入っていて、そこでねあの電流が走るところは銅か金を使ってるんです。まあまあ電線が基本的に銅なんですよ、銅だと言えばかり電気の伝導率がいい。これ本当抵抗値がすごく高い、あの電気に対して抵抗値の高いものだったらもう 20% とかそれぐらいなんですよ。で全然電気が通らないってで、あのだからねだゴールセイントなんですね、つけてるクロスがプラズマって電気だから、ライトニングプラズマ、すべてのセイントはもう触れただけじゃなくて電流走らせてるんでしょ、拳から、天の雷と多分両者最初普通に当たった時にあの稲妻がこう電流が流れるような仕組みでもいいんでしょう。あと打撃力プラスに打撃力もある、岩とか巨大な岩とか破壊してるからゴールドセイント、それ普通の人たちそんな人間世界中探し絶対いない、もうほんとさっき風がだいぶ吹き始めて、北風そう簡単には許しませんよ、僕の起きてる間はボキっていう言葉が出てきましたけども、あの筆記の方のあの計算とかのボキ、本当にだからね、そのライトニングプラズマのさらに格上の最終奥義みたいな、もともとストリートファイターも一番最初超必殺技なんかなかったんですよ。でキングオブファイターズとか多分ガラモ伝説が一番最初だったと思うんですよ、超必殺技。分かんないですよ、あの歴史も僕もしてきた方なんですけど、もう後になってからもう何いどえー、ってどういう順番だったか、多分 SNK さんが先に、超必殺技、多分キングオブファイターズだったと思うんですけども、あ、ちゃうわ、え、龍虎の剣かな、あ、龍虎の剣だ、ゲージがあったから、超必殺技の。覇王昇降剣。ちょ、そんなことして、一苦労してるんですよ。お昇降これ、謝ってんの、絶対。頭丸めて。少林寺拳法なんでお坊さんがそんな拳法を使えんのって、昔人殴って殺してしまった人たちがこう頭に大きく据えられて、クリに第一次世界大戦と、ごめんなさい、ドラゴンボールのクリにまだ通用します、世代交代、若い人たち分からない人は分からないでしょ、お灸こんなところで春山セックス、ハリキューマッサージで、国民民主党の玉木さんも春山整骨院でちょっと働いてませんでしたっけ、まあまあ、ね、ちょっとねあのその話は置いとくとして、まあまあコンパクトに、ゴールちょっとライトニングプラズマの上位型拳もう1回出しただけで電流ものすごいいい感じ、あの天の轟きのあのものすごい轟音、至近距離で聞いた時もう皆さん怖くなるぐらいものすごい音するでしょ、あれ一発一発しかもそれで大量の電流
正義に星がね、矢のようちゃんとペガサスに流星剣って言ってる。水星剣も確かあったんですよ。そこも雷雷剣じゃなくて隕石もものすごいスピードで飛んできた時に落下速度がすごいマッハの域まで達するらしいから超えてくるらしいって。で、まあ、物体の重さとかにもよるんですけども、電流を周りに放電するらしいよ。なぜセイヤがブロンズセイントゴールドセイント互角に。その頃はね、エヴァンゲリオンはなかったですよ。けどその頃から、あのエヴァンゲリオンの水面下のね、あの話っていうのはあって、ちゃんとブラクサシコットコントかな。ガンダムみたい。あれザクとかってね、核融合炉使ってるんですよ。だからあんなに、動き回れるんです。そんなにね、長い間動き回れるわけないでしょ、ガソリンって。ザク爆発させた放電が始まるんちゃう一気爆発させた隣に全部最低でも爆発をしなかったも動けんようになるって電気機器そんなに大量の電気流し込んだ焼けるから基盤も中のあの半導体とかああいう風なの電気を大量に流し込んだこの我が天下の新速サーバーの方で僕は自分の名前を出してねちょっとコメントしたら自分の名前をウニテンって3つ並べてきてウーの時は無理ですストリートファイターとかのね、シックスのあの、ゲーマーの人とか、とかテレビ出てる出演者の人とかが、たまに言い始めるとかあるんです。だからそれ、体温をすごく取られて、うーってなってるのか、その頭の中取られて、それか脳梗塞の方なのか、それか、こう力とかこう取られて、魂を抜き去るような形。なんか森下選手、僕の場合は入り込んでる方、意図的に。それは試合たちに行ってるから、その瞬間はいいんですけど、日常生活あれやられたら多分、交通事故とか本当は狙って起こせるから、だから本当は、ああいうことをしちゃダメ。誰がスポーツの勝ち負けの担当者だとか、まあそういうふうなところで、ごめんなさいね、あの、セントセイヤの話からこんな話になってるけど。うーんとこの時は無理。そう。だから一応書いてあげたんですよ。浄化をかけたらいいって。自分で自分にって。それ法律用語だから。で先に言っておいたらいいって。心の声でもいい。世界のルールは法律ですって。最初からそうだから。浄化かけたら大丈夫だからって。僕の場合は、モイス選手に入り込んでるときね、ちゃんと、しっかり、おつまでちゃんと入り込みっぱなしで抱いてますよ。その時僕は、まだ心の声とかで表現しないですよ。相手ピッチャーにバレるときありますから。基本的に相手ピッチャーとか心の声でこう伝えたときに審判も選手も相手選手にも聞こえてるんです。ピッチャーに対して普通の考え方で言うとね、もうストレートで2球、追い込んでノーボールのとき、次フォークボールの得意な選手、ちゃんとど真ん中のところからこう ストレートの軌道で来てね、バッターからしたらど真ん中来たーで打つ瞬間、こうカコーンって落ちる。すっごいそっから落ちて、ホームベースにこう当たるぐらい落ちるって。これほんと角度70度ぐらいで落ちるんちゃうか。なんかね、それがね、バレると、相手ピッチャー、じゃあピッチャー、日本のピッチャーにそれ、
次はフォークボールとかついつい考えてしまう時あるんですよ。考えただけで伝わってしまってる時は聞こえてるかどうか分かんないですよ。聞こえてなくても、まあ、相手バッターもこれ聞こえてるなっていうところ、完全にバットを振らなかった時だって、入り込みの見方を見るとそれもストレートだったらどうするのがあるから、ある程度は振りに行くしかないんですよ。ある程度は振りに行くしかないんですけども、フォークだって分かっていたら落ち始めた瞬間ちょっとバットは止めれるんですよ。こういうふうな形で、あとはバットがね、ベースよりもこう前に行かないように、真横からの画面で見なかったら無理だから、本当真正面から見ても打ったか打ってないか本当分かんないタイミングの時あります。こうなった時の本当ごめんなさい、短く終わらすつもりだったんですけど15分も喋ってしまいまして、ごめんなさい、もう16分確定です。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定、よろしくお願いいたします。これがね、ライトニングプラスマンとセントセイヤ星ベアソス竜星ゲット水星イカズチ混ぜといたらいいゴールド星スポーツ業界すぐにあれ言い始めるでしょ、しびれる展開しびれる展開で、こっち側が指名させられてるから各自の言葉は各自の責任、それスポーツの放送中のその時間帯だけって、もう未来の時間軸の人とかに迷惑かけない言った君がしみるときなさいっていう話以上です。ちょっとね、冬場特に面白い話だいぶ上げていきますんで、皆さん、見ていただけたらなと思います。プレミア12とか選手とかのメッセージ、あの辺とか面白い話マジだから、台湾戦決勝ラウンド試合始まる前エンジン組んでた時も笑いが抑えられない、えらいらしい妙なエンジンが見えますよ。それでもあの人 3点差つけて勝っちゃうのって、ある意味こういう現象ね、まだほら明るい範囲がなんかね、広がってきてるでしょ北風の抵抗なんて許さないっていうね、以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。